新作ゲームラッシュがヤバすぎ問題。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ぐっちまんです。今年のですね、新作ゲームラッシュ、もう序盤からねすごいことになってるんですけど、見れど見れど目移りするようなアプリばっかりなんで、今年は動画の方に力入れようっていうのもあって、ちょっと新作ゲームの方をね随時紹介していこうかなと思います。まあ、プラスですね、ちょっとラジオ形式でちょっと深掘りしてね紹介していきますんで、新作ゲームが気になるという方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではですね、今年の第一発目はブルーリフレクション3の方の紹介をしていきたいと思います。それでは動画の方へ移動。はい、というわけで今日は九月真希さんの方と一緒に紹介していきたいと思います。それでは九月真希さん、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、こんばんは、ドル九月真希です。はい、九月さん、よろしくお願いします。というわけで早速このブルーリフレクション3ですね、今年の冬、リリース予定のこのゲームなんですけど、本作の運営開発なんですけど、イラストレーター、岸田メル先生、まあ、と光栄テクモゲームスのガストブランドですね。まあ有名なやつだとね、アトリエシリーズ系だよね。はいはいはい、アトリエシリーズ、どこまでがこの岸田メル先生の作品なんですかね。そう、岸田メル先生とね、光栄テクモさんだとロロナのアトリエとかトトリ、メルル、ルルアっていったのがだいぶ有名ですよね。特にプレステ3の次世代機が出た頃ですよね。そう、プレステ2からプレステ3に移行するときに、まあ、言ってしまえば1個のね時代を築いた作品たちなんかはあの2つのタッグですね。じゃあ割と初期の頃っていうイメージですかね。そうですね。あ、なるほどなるほど。でプラス、まあ、DMM ゲームスとで対応プラットフォームの方なんですけど、まあ、スマートフォンアプリ、まあ、これは多分分かると思うんですけど PC と、まあ、DMM ゲームスさんの方がやってるんで、まあ、PC の方でも出すよと。で運営開発の光栄テクモゲームス自体のソシャゲの過去作は、まあ、去年年末、2022年の年末ですねにリリースされた信長の野望波動が5億円の売り上げを出していて、それなりに好調だという感じです。しかしですね、過去新北斗無双においてはリリースわずか1週間で大幅なゲーム内報酬の下方修正等が入ったことにもよって、まあ、炎上騒動もあったと。派遣ゲーはないものの歴史シミュレーションそのものの根強い人気と課金圧の強さも相まってそれなりの売り上げは出している運営でございます。まあ、本作ブルリフ3においては公式生配信でガチャのレートを500石から300石に引き下げることも、まあ、告知されてですね、まあ、全体的な課金システムにも注目していきたいところです。と言っても、まあ、500から300って大体のソシャゲのゲームのその1回のガチャのレートって大体300じゃないですか。まあそこにって思うのがやっぱその何個単位から買えるのかっていうところが僕気になってるところなんですよね。まあそうですよね、まあ、1000円でどんぐらいの石が買えるのか、1000円で1000石なのか、1000円で500石なのか、まあ、そこら辺のねレートによってもだいぶ変わってくるわけなんですけど、まあ、ざっくり見てる感じさすがに1円で1石っていうレートなのかなとは思いますけどね。とまあそんな感じなんですけど、まあ、本作のね、まあ、魅力です。やっぱり、まあ、このゲームにおいてどこが魅力なのかっていうところなんですけど、まあ、これは言わずもがな、やはり岸田メル先生の描くキャラクターの儚さが魅力の一つだろうというふうに思います。岸田メル先生といえばイラストレーターながらに芸人の側面も持つと、まあ、異色のイラストレーターというわけなんですけど、まあ、過去に全身白タイツの逆サイン会いや金色の全身タイツに二刀流の姿をツイッターに上げたりしていたっていう過去があります。まあ、もう一つ他で言うと、まあ、久口さんの知ってるところの岸田メル先生の面白い要素は何かありますか。僕が知ってるところだとやっぱ岸田メル先生って、まあ、面白い人なんですよね。だからその昔ねよくね、声優さんのラジオとか聞いてると岸田メル先生の名前ってねよく上がってたんですけど、でそことかでもよく言われてたのが、あの先生今ボルダリングにハマってるんですよとかがよく話題に出てて、うん、繊細なタッチを書く手でボルダリングをしているっていう。それは絵師さんとして大丈夫なんですかね。なんか怪我とかしたら書けなくなっちゃったりっていう心配が勝っちゃうんですけど。そうなんですよね、結構僕もね、そう聞いた時大丈夫なんだろうかっていうのは思いましたね。いやまあそうなりますよね。
そして本作プラスですね、歌っているのが高品質の BGM と、すでにあの有名歌い手のマフマフさんと楽曲タイアップも発表されていて、まあ、この時点で BGM 等に力を入れているのが分かると思います。去年のソシャゲで言うと、まあ、やっぱですね BGM ではメネントモリがソシャゲの中で群を抜いて評価が高く、私もね過去の動画で紹介したんですけど、あの品質には驚かされましたね正直。まあ、それを踏まえてこのブルーリフレクションにおいては、まあ BGM 単体でも人の心を動かしてくれるようなクオリティに仕上げてくれるかどうかはちょっと期待していきたい部分ですね。で続いてブルーリフレクションシリーズの紹介をしたいんですけど、グーグーさんよろしくお願いします。2017年で PS4 とビータでブルーリフレクション幻に舞う少女で、2021年4月にブルーリフレクションレイ、2021年11月 PS4 とスイッチでブルーリフレクションテイが、販売されております。だからシリーズとしては4作目になるんですよねこれって。まあその上でなんですけど、物語の時系列っていうのは、まあ、どういう順番になるんですかね。これ物語の時系列的には、幻、霊、そして今回新たに出てくる3、最後に手という形になるみたいで、でここが順序がね違うんですよね、発売日と時系列が。そうですよね、あの発売された順じゃないってことですよね。そうなんですよね、最後だけ違うんですよね。ああはい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 、なるほど。まあとはいえ公式の生配信で、まあ、本作3をプレイする上では全く問題ないと公式さんの方が明言してますので、いやストーリーわかんないからちょっと躊躇するなっていう人も安心してプレイできるかと思います。続いてはクローズドベータテストのアンケート結果の方を見ながらちょっと喋っていきたいと思うんですけど、まあ、本作ブルリフ3においてはもうテストプレイは終わってます。私は抽選から漏れちゃったんですけど、まあ、俺も漏れましたね。まあそこはさておき。そしてクローズドベータテストの満足度についてなんですけど、まあ一個一個ねちょっと言っていくと時間かかっちゃうんで、まあ概ね 70-80% で、正式サービスが開始されたら遊ぶと思いますかに関しては、まあ、90% ぐらいの人がいいよとやるよと言ってらっしゃるということなんで、これ評価としては結構いいですよね、クグスさん。これはこれね評価としてはいいとは思うんですけど、そもそもクローズドベータテストっていうところで少し考えたいのが、もともとブルーリフレクションを知っている民たちが満足しているっていうところですよね。うん、はい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 、多分 60% の遊ぶと思いますの面、うんの中の約半数ぐらいがブルーリフレクションっていうものを事前に知っていて、その前も知っていて、で遊ぼうかなって応募した人間と、そのブルーリフレクションっていう名前は知ってるけど、まあ過去作やったことないよねっていう人が、まあ、どのぐらいこの満足度で遊ぶと思いますっていうのに入れてるのかっていうところも、まあさすがに分かんないですけど、ちょっと考えたいところですよね。もともと好きな人が、まあ、ベータテストに参加している可能性があるから、まあ、順当といえば順当だと。で全く知らないような人たちがプレイした時に果たしてどうなるかっていうのは、うん、まあこれまた見ものかなというところでと。そうですね、それでもやっぱ 27% ぐらい現在は不満が解消されると遊びと思いますって言ってることはかなり肯定的な意見だと思うので、なんか全体的にベータテストの満足度は高いと思うんですよね僕は。ああなるほど。まあ続いてこれクグチさんもだいぶ気になってるところだと思うんですけど、シナリオについてと。でメインクエストのシナリオについて最も当てはまるものを一つを選びくださいと。でメインシナリオ以外のシナリオ、メインストーリーにおいては良かったとしてもサイドストーリーが手を抜いてたりすると、まあ、既存のファンの方たちはね、なんじゃこりゃってなったりするんですけど、まあ、そこの部分もちゃんとしっかり答えているのかなっていうアンケート結果に見受けられるんですけど、これどうでしょう。そうですね、やっぱ事前情報があるのとか、もともと期待しているものに答えられているのかっていうところは大きいと思うんで、それを考えるとその期待値がある状態でやった人たちが面白いって言ってるのは、うん、まあいいことなのかなっていう、うん、そこは裏切ってないってことじゃないですか運営として。まあそうですよね、既存のファンに対してもちゃんと満足度を与えられているっていうことですもんねこれは。そうですね。そして割とソーシャルゲームの上で肝心なのがバトルについてですね。でバトルについてのアンケートなんですけど、ここに行くとちょっと前に紹介したアンケート結果とは多少違っていて、まあ、概ねいいとされているんですけど、とても良いの方が結構下がってしまっているというふうに見受けられるんですけど、これってやっぱりコマンド単性のバトルっていうのが
まあ、ちょっとやっぱりネックなのかなっていう部分なんですけど、これに関しては工夫さんどう思いますか？これに関しては難しいと思うんですよね。そのややいいって言っている人たちも、これあの、うん、今後の運営の動き次第では、あのシナリオは読みたいんだけどゲームはやりたくないんだよなみたいな、まあこれあの別のゲームを引き合いに出して申し訳ないんですけど、昔の、はいはい、まあ、プリコネだとか、まあ、本当ね、うん、今もう長寿で続いているものとかで、あとは、うん、最近のものだったらそれこそヘブ版だとか、はい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 、やっぱあの稼働当時のゲームシステム、バトルシステムってどうしてもどこか、うん、あの頑張っていたとしてもどこかバグが出ちゃったりとか、どうしてももっさりしていて、うんうん、シナリオ読みたいんだけど、うん、手間になってしまうっていうところがあるので、うんうん、この辺の不安がちょっとややいいとかに現れてるんじゃないかなって僕は思うんですよね。確かに確かに、さっきのシナリオところがすごく良かったじゃないですか。なのに、はいはい、ゲームのバトルになるとこうやってガンと落ちちゃうのはやっぱそこがあるのかなっていう、うん、あーなるほど。手軽にサクサク進めるかストレスなく遊べるかっていうところも起因してくるかと思うんですけど、まあちょっとねバトルについてはまた後ほど喋りたいと思うんですけど、でシナリオについての、まあ、ユーザーのコメントなんですけど、まあ、素晴らしいシナリオだと感じた、まあ、キャラ前の性格や喋り方など個性が溢れてるっていう話もありながら、ここでちょっと注目したいのが男性主人公である理由がよくわからなかったというふうにあるんですけど、ここちょっと注目していきたいと思うんで、ちょっとねこれも後ほど別でちょっと話していきたいと思います。で、まあ悪い点についてのアンケートなんですけど、まあここちょっと割愛するんですけど、おおむなんで割愛したかっていうと、おおむね、製品版ではある程度ね回収されそうなものがちょっと多い印象だったんで、まあ、大丈夫かなっていうところで、割愛しました。なんですけどその中で気になったのは、先ほども工夫さんが言っていた、まあ、単性のコマンドバトルですね。そこの単調さや戦術性のなさですね。どうしても単性コマンドバトルは退屈にちょっとなりがちじゃないですか。そうなりがちなんですけど、でもなんかそういうコマンドバトルも光栄テクモさんって意外とうまくそのアトリエシリーズとかでやってるので、うん、それがソーシャルゲームになった時にどうなるんだろうっていうところはありますね、うん、はいはいはい、それを手軽に遊べるスマートフォンアプリゲームとして落とし込まれた時にどこまで違和感なくできるのかなとか、うん、今後の拡張性はどうなるのかなっていうところが、うん、まあ、不安点としてやっぱありますよね。ゲームを長く続けていく上でやっぱりアップデートって必須じゃないですか、うん、はいはいはい、その辺を運営さんがどんな風に、ね、あのやっていくのかっていうのは僕は楽しみな点でもあるんですけど不安な点でもありますね。で、まあ、それらを踏まえてそれを補ってあまりあるストーリーの良さがなければちょっとね売れるゲームにはなりづらいかなって思うのが、まあ、昨今のソシャゲ界隈なわけなんですけど、まあ、ここら辺に関して公式生配信にて敵の行動パターンを増やす、ボスの大技のタイミングをユーザー側が可視化できるようにすることで戦術性を増やすということはもう行っていると。他にも様々な回収をすでにやっているとのことなので、まあ、バトルの方でもストレスなく楽しめるようになって、まあ、正式でリリースされるかなっていう期待を、私は今のところ持ってるんですけど、ここら辺もクグさんにおいては、まあ、気にするところではないというか、まあ、ある程度ノウハウがあるからある程度大丈夫だろうっていう読みですかね。そうだね、まあ、正直その辺に関しては、まあ、運営さん一応光栄テクモさんなんでゲーム性自体はあのやっぱいいものをねずっと長年出し続けてるし、うん、今回のゲームシステムはがっつりねその人気な、まあ、アトリエシリーズみたいな感じの単性バトルだしっていうところで、うん、本当に全然心配はないんですけど、逆に言うとアップデートが必要なアプリゲームの中でどうやって進化していくのかなっていうところですね、うん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 、そしてやはり物議を醸しているのは男性主人公の登場ですね。まあ、今作はユリ感もあって、まあ、昨今ユリ感のあるものが結構流行っていると。しかしその中に男性を入れるのはという声もあるのと、もともとねブルーリフレクションシリーズっていうのは、まあ、ユリ感のあるストーリー性ということも相まって、まあ、そこら辺はどうなのかなっていうのもあるんですけど、まあ、まあアニメになっちゃうんですけどリコリスリコイルだったり水星の魔女だったり、結構ねアニメでユリが流行ってるわけなんですけど、ふぐちさんは何かユリの作品でこれおすすめだよとかいうのってありますかね。作品好きなのありますかって、まあ、ありますね。でそれこそ僕
が楽しみにしてるやつだと、うん、私のユリはお仕事ですとか結構楽しみにしている作品だったり、うん、今絶賛アニメやってるやつだと魔法革命だったりとか結構ねユリをメインにした作品なんですけど、でそんな中、まあ、このブルーリフレクションってもともとユリをメインにした メインっていうか、まあ、ユリ系のゲーム物語だったのにあえてそこから外して、うん、まあ、男性主人公にしたっていうところに関して、うん、まあ、やっぱ既存のファンはね不安になると思うし、うんうん、だけど運営さん側は男である必要があるっていう風に最初でも言ってたので、そこは楽しみにしつつ不安になるところかなって思うんですよね、うん、はいはい、しかしストーリーに納得感がなければただただファンを裏切っただけの作品になってしまうっていうのが、まあ、ちょっと懸念点ではあるんですけど、まあ、個人的にはですねソシャゲという幅広い層に作品を認知してもらってシリーズをいろんな人に知ってもらうということは、まあ、非常にいいことだと思うし、どの作品にもいることなんですけど、まあ、そこをね応援していくのもファンの一つのあり方なのかなと個人的には思いますね。まあそうですね、なんか僕もちょっとこういうね昔から好きなシリーズで龍が如くっていうのがあるんですけど、はいはい、これまた全然変わってきましたね、はいはい、それのそうここまでとは若干違うんですけど、まあセブンっていう新しいのが出るときに、うんうん、結構ねネット上で物議かもしてたのが、まず新しい主人公になること、はい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 、でその後ゲーム性が今までとはもう全然、今まではアクションだったのに、うん、まあターン制のコマンドバトルに変わること、はいはい、そして今まではその仲間っていうものがいなくてパーティーを組むというよりソロでね活躍する物語だったのが、そこに急に仲間とかが大量に出てきて、うん、まあ、パーティーで戦うっていうところで結構まあ、物議というかやっぱ否定的な意見多かったんですけど、そう出てみたら僕個人的にも、うん、まあ、過去一で面白いストーリーだったし、ゲーム性とかもやってみたらもうずっと奥深いしっていう、うん、むしろターン制のコマンドバトルだからこそ、うん、拡張性は大きいかなっていう、アクションとかだと、うん、もう決められたパターン行動しかできないけど、単性のコマンドバトルだと、うん、コマンドを追加することが後から全然できちゃうんで、うん、技の追加だとか、はいはい、っていうところで、まあ、実際問題こういうのって出てみないと何とも言えないよねっていうので、一ファンとしてはやっぱ楽しみに待つのも一個ありなんじゃないかなとは思いますね、うん、はいはい、それも一つの道だと。で、まあ、その上でですね、初期の登場が8人と、まあ、女の子の登場が8人という話なんですけど、リリース後にはなんと追加のキャラクターもそうなんですけど、他の作品のキャラクターが登場すると明言してるわけですよ。っていうのはこれ、くぐさん聞きたいんですけど、これアトリエシリーズと見ていいんですかね、これは。いや、まあ普通に考えるとやっぱアトリエシリーズですよね。光栄テクモ内でのその光栄テクモさん内でのやっぱそのキャラクターのコラボとかは全然あると思うんですよね、うん、こういうのってってなると、はいはい、まあ、岸田メル先生つながりでアトリエシリーズ、もう一個気になるのが新キャラ、他のキャラクターの追加っていうのがどのぐらいのスパンで来るのかなっていう、はいはい、やっぱまず最初の8人に思い入れを持ってもらうためにそれなりの期間で一緒に旅をするというか、うん、シナリオを遊んでもらってこの子好きだなみたいな風に思ってもらう期間が必要だと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと飽きすぎちゃうと虚無期間になるじゃないですか、うん、はい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 、まあソシャゲあるあるですよね。そうですね、だから更新の頻度は気になりますよね。うん、確かに。それがコラボとしてなのかメインシナリオとしてなのかもまたちょっと期待というか楽しみな点ですね、僕は。あー、なるほどね。はい、というわけで昨今のソシャゲはですね、なんかアクションとかそっちの方にめちゃくちゃ時間をかけるよりも、まあ、単性コマンドバトルである一定のラインまででとどめておいて、その分のリソースをストーリーの方に注いでいくっていう傾向が、まあ、2023年はちょっと序盤ではね見受けられるんですけど、まあ、そういう意味で、このブルーリフレクション3の方もストーリーの方、楽しみにしていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。もう次のね動画で出すゲームも決まってます。で、次のゲームは相当ね派遣ゲーなのではないかっていう感じで、ちょっとプレイもしながら、ちょっとね動画に出していきたいと思いますんで、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。そしてくぐつさん、ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。普段はゲーム実況 FGO などをやっております。本日はね、ありがとうございました。お疲れ様です。